伊達軍。伊達軍は、福島県、道の区国、岩城国の軍。現在、以下の山頂を含む、1878年、明治12年に、行政区画として発足した、当時の軍域は、上紀山頂から川又町の一部、山木屋を除き、下記を加えた区域にあたる。伊達軍域、現在の伊達市を含むは、 福島盆地という比較的肥沃な土地も多く、伊達郡と伊達市の特に北部の平野部は古代から比較的活発な経済活動が行われた。中世には伊達市の本拠地として江戸時代には阿武熊川の周運で栄えている。また北部の半田山には日本三大銀山に数えられる半田銀山があり、幕府の直轄として大官所が置かれた。一方で、 欧州街道から宇州街道が分岐する追分けの宿場町も栄えた。現在、欧州街道に相当する国道4号線と宇州街道に相当する国道13号線は福島市で分岐しており、東北本線と大宇本線、あるいは東北新幹線と山形新幹線も同様のルートを通っている。しかし、当時は桑折が追分けとなり、現在の国見町を通って、 宮城県白石市,市、七か宿町を経て、出羽国、山形県、秋田県に続いていた。立領制で、同国軍勢が整備された時、当初は、現在の福島市とほぼ同じ地域と、伊達郡、伊達市の地域を合わせて、忍軍だった。古代には忍は、忍とも表記された。しかし、10世紀前半に、忍軍から、伊達軍を分割した。当時、 立量性の素養調の課税を整備する必要性から各軍の人口をほぼ均一にするために朝廷が軍の分割や住民の強制移動を全国的に行った。特に朝廷から見れば開拓地であった道の区国ではこうした再編成が盛んだった。この分割では旧忍部軍のうち小倉里、秋、秋里、峰越里,里,里、渡里,里は 新しい忍ぶ軍となり、伊達郷と静と静塗部、里と区は山郷の三郷が新しく、伊達軍となった。伊達郷とは、阿武熊川西岸地域で、後世の西根里で、現在の湯野の、桃庭、氷、陸海、半田、段崎、長岡、藤田、小坂、森江野、大木戸、大江田、伊佐沢など。静都郷は、阿武熊川東岸地域で、 後世の東根里で、現在の富の山府入、白根、関本、阿波野、柳川、大田、上穂原、柱沢、不正、穂原、石戸、両前、掛田、小国など。桑山郷は、阿武熊高知山幹部で、現在の小津泣大太閤富田、福田、小手、大久保、井野、立木、小手川、山木や川又など。伊達はもともと、 元たちとも表記し、伊達、または、伊達と呼んだ。一説によると、張馬国の斜立神社、斜立兵主神社を信仰する人々が、現在の伊達市西部のあたりに移住して、元たち、神社、伊達社を奉じ、伊達軍の名前の由来になったという。平安時代末期には、欧州藤原氏の勢力圏となり、藤原氏一族の忍ぶ佐藤氏の支配下にあった。 佐藤氏は、死の部郡伊達軍を本拠地に、現在の福島県中部、山形県南部まで勢力を張った。平安時代中期に大きな勢力を持った藍津の江日寺が衰退した後は、藍津まで勢力圏に加えた。源頼朝による欧州勢抜の時、伊達軍国見町の厚か山、厚か山、当時は国見山ども山陸に、 欧州藤原氏の防衛戦が張られ、事実上の決戦場となった。源の頼朝が欧州藤原氏を滅ぼした後、佐藤氏は滅亡を免れた者の忍武装に押し込められ、伊達軍は佐藤元春を破った、日立入道年日に与えられた。年日は日立国伊佐軍を本拠地としていた関東武士で、伊達軍に移り伊達氏を名乗るようになった。以後、豊臣時代に、 伊達政宗が現在の宮城県、岩手県南部に転保されるまで伊達市支配となる。なお、明治維新まで伊達市の公式な読みは伊達であった。江戸時代に伊達、または伊達から伊達へと読みが変遷したと思われる。一方、佐藤氏はその後伊勢国に海域になったり、一部は伊達氏や相馬氏などに仕えたりした。江戸時代初期、忍ぶ軍と 伊達軍が米沢藩上杉市の所領だった時代、現在の福島市北部のすり上川から伊達軍の氷町、国見町、伊達市柳川町に達する長大な用水路、西根関が建設された。岩盤を打ち抜いていくつもの水道、トンネルを作った大工事であった。これによって伊達軍北部の西根号、阿武熊川西岸地域、逆に 東岸地域を東根里と呼ぶの工事は、飛躍的に増大した。第一期工事で西根関下関が作られ、氷城、段崎まで1 3トルの水路が、阿武熊川に合流する。第二期工事が特に南高地だった上関で、伊達市や長川城、伊佐沢までの2 9トルの水路である。この工事を差配した、米沢藩部業、古川全米と、軍役、佐藤新江門は、 現在、石関,関係者が、明治十九年に建立した西根神社に神として祀られている。その後、上杉綱吉良義中の子家督創族時、百六十四年に、忍ぶ軍と伊達軍は江戸幕府に召し上げられて、天領地となる。豊臣政権時代を経て、本田氏福島藩の時代まで、伊達軍と忍ぶ軍は一括支配であったが、堀田氏海域後、 伊達軍柳川には松平市柳川藩が置かれ、伊達軍、忍部軍の一括支配は終焉を迎えた。間もなく、忍部軍には堀田市福島藩が置かれ、堀田市海域後は板倉市福島藩が置かれたが、いずれも忍部軍の一部しか領有せず、忍部軍と共に、伊達軍は天領、小藩、多藩飛び地が村単位で複雑に入り乱れるようになった。 伊達郡内の村々は、福島藩領、柳川藩領、下手戸藩領、氷藩領、氷神屋管轄の天領、川又神屋管轄の天領などが、目まぐるしく変遷しながら入り乱れた。柳川は、藩となったり、他藩の飛び地、預かり地となったり、天領となったり、変遷が激しい。鎌倉、室町時代から栄えた仙台藩立氏の、 出身地としての知名度、ブランドから、しばしば大名の領地外への大替地、一時預かり地として利用されたものと推察できる。なお、松平氏柳川藩の最後の藩主は、八大将軍、徳川吉宗と対立したことで有名な尾張藩の徳川宗春である。柳川藩主時代は、松平道春。柳川藩主が尾張徳川家を相続したため、 一度や長和藩は廃藩となった。一方、幕府は国内でのキートの自給と質の向上を進めて、幕府によるキート生産の独占を図ろうと計画し、解雇の育成に適した伊達軍一帯に養産業を奨励した。このため、同軍は全国屈指の養産地帯となった。安永2年、1773年、伊達軍、忍武軍の17村は、 営業税を幕府に納め、欧州三種本場の名、登録商標を得ている。1869年以降は、岩城国に所属。福島盆地は、幕末以降の養蚕景気のために、明治期には100以上の銀行が乱立した。柳川町、伊達市三省。明治12年に、伊達組役所は、現在の伊達市小原町に置かれたが、氷で、誘致運動があり、 明治16年に、現在の伊達小氷町に移された。現在、氷町では、当時の和洋折衷建築の軍役所の建物が、旧伊達郡役所として、維持、公開され、国の重要文化財になっている。第二次世界大戦後の町村合併の流れで、忍部軍の全域と、伊達郡と足立郡の一部は、現在福島市となっている。現在忍部軍はない。 残る伊達軍九町のうち五町は2006年1月1日に合併して伊達市とな。なお、福島市旧忍軍東部と伊達軍の西部の平野部を福島盆地、または新達、新達、平野と呼ぶ。また、福島盆地の中央部、福島市東部には忍山があり、市民に親しまれている。伊達軍、伊達市と福島市。 のぶ軍は古くから同じ文化圏、経済圏、生活圏として不可分な状態にあり、現在もその状況は変わらない。伊達軍内の多くの町民が福島市や伊達市に通勤、または通学している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。